ナリーグカブス9、5パイレーツ、2024年8月27日ピッツバーグ。カブス鈴木が逆転勝利の口火を切る一発を放った。0対2の4回無視一塁、カウント3月1日から、ゴーアン・ジョーンズの外角低めの直球を右翼ポールサイへ。4戦3発となる同点19号ツーランだった。カウントが有利になり、バットを出しやすい状況になったのが良かった。 自己最多タイで松井秀喜、ドジャース、大谷に続く日本選手3人目の2年連続20号に王手この一発から一挙5得点し鈴木は5回も右前出して2戦連続マルチアンダで連勝に貢献した7月3日の最大借金9から5月28日以来91日ぶりの貯金1としワイルドカード圏内にも55ゲーム差鈴木はチームの状況が良ければ ロッカーの雰囲気も良い、残り試合もこの良い状態で戦うだけと気持ちを引き締めていた。